素晴らしいコーチングされてるなと感じたのは、まあ、我々 たちみたいにプレッシャーをディフェンスするチームっていうのは引くとですね、どんどんプレッシャーがかけやすくなるからテンポを合わせてきたんですね。それでイージーなレイアップされた一方、日本3本イージーなレイアップされた、それで自分たちがレイアップされたから引いてしまう、引いてしまう、気がついたら30点取られてるっていう感じですね。まあ、千葉さんはどちらかというとペースが遅いチーム、私たちは速いチームなので、それをこちらとしてはどうやってそれを速くこっちのペースにするか、向こうとしてはどうやってゆっくりするかっていうふうに思ったんですけど、前半こう合わせてきたんで、まあ、そこはちょっと、意外だったし、まあ、その部分で自分たちが引いてしまったっていうのがありましたね。ハーフタイムでしっかりプレッシャーディフェンスから入ろうって言ったのに甘かったので、まあそこの話ですね。でもやっぱりオフェンスがどうのこうのどうのこうのって言ってたんで、いやもう違うと、ディフェンスだよっていう話をして、リオンが珍しくあまりちょっと彼らしい激しいディフェンスが見れなかったので、代わりに木田が入れたのが多分そこのタイムだったと思いますね。我々っていうのはすごくアグレッシブなディフェンスをするっていうようなところで、そのアグレッシブなディフェンスっていうのができなかった、でさせてもらえなかったっていうのが、自分たちがやりたいことが、まあ、できるようにこっちはもっと持っていかなきゃいけなかったなっていうふうには思っています。そんなことはないですけど、まあでも本当悔しいなと思って、なんか結構やっぱりこの一戦って自分の中でめっちゃ大切で、まあそれを、まあ、こんな形で負けちゃったっていうのは、まあ後半はすごいいいプレーできてたと思うんですけど、やっぱり前半から自分たちのプレーできてなかったっていうのはもう多分気持ちの問題もあると思うんですけど、まあ、そういったところはやっぱスタートで出てて、そこはしっかりしなきゃいけないなっていう自覚はあってやってたんですけど、まあまたそれができなくて、なんかすごい責任感じてるし、本当に かなり悔しいですね。チャレンジ。チャレンジ。挑戦です。倒すつもりですよ。ホームで優勝決めたい、それが一番の目標です。もちろん勝ちますよ。Our best game today. We'll be right back.
ちらですか？出身長崎です。お住まいは？今は神奈川です、ね、川崎に。どうですか、見ててここまでの躍進ぶりを。そうですね、やっぱり自分の生まれた町のチームが、ね、こうやって活躍してくれるっていうのは嬉しいし、僕らが子供の頃って長崎にプロのスポーツチームができるなんて本当に考えられなかったんで、やっぱそれを思うだけでもすごく胸が熱くなりますね。前回ね、1勝1敗だったんで、今日もちょっとね、熱い試合になるだろうなと思って、はい、楽しみに来ました。対戦相手が強くなったりとか、競ったゲームになってくると、自分たちのやりたいことっていうのは、そう簡単にはやらせてもらえない。じゃあそういった中でどうやって勝っていくかっていうところは、課題になってくるかなっていうふうには思っています。まあ、これちょっとあんまり他で話すつもりじゃなかったんですけど、4ピリかな、僕らが逆転して僕らのいい時間帯の時に、相手のタイムアウトの時に僕がタグマさんに交代を申してたんですよね。でまあそれ、まあ結果論ですけど、そこからちょっと僕が変わって流れがちょっと悪くなって最終的に逆転されちゃったっていうのもあるんですけど、その試合の後マサさんが僕のところに来て、交代したことに対して俺は違うんじゃないかなって思うって言ってて、まあそこでやっぱ僕が責任を持って出るんじゃないのっていうふうにマサさんが、そこはリオンが責任を持って出るとこなんじゃないのっていうふうに言われて、まあ、確かにそうだなと思って、そのもっと自分はハングリーじゃなきゃいけないし、もっともっとそこはアグレッシブにならなきゃっていうふうに思って、なんか自分を見つめ直すいいきっかけになりました。自分にとっては本当に超大事な言葉でしたね。ちょっとそれを何ですかね、貪欲さが足りなくなったというか、僕もそういう経験をしてきて、プレータイムがない中で少しずつ自分の価値を高めてきたと思っているので、もっと貪欲になっていいし、彼の能力だとまだまだいい選手、上の選手、価値のある選手になれるっていう部分で、そういう期待も込めてですね、一番は、まだ何も成し遂げてないと思いますし、何も証明できてないと思いますし、日本選手の成長とともに、まあ、僕もそうですけど、チームは絶対良くなってくると思うので、すごく伸びしろがあるので、で僕たちが目指しているところは、B3 で優勝するためでも、B2 で優勝するためでもなくて、やっぱり B1 で、戦って、そこで優勝を争えるチームになって、長崎に元気とか、元気もそうですし、日本のバスケット界、B リーグ界をやっぱ盛り上げていく存在になりたいので。ということを考えると、まだまだ今の段階は過程でしかなくて、はい、まあ、僕自身も満足してないですし、今やっぱチャンスがあるやつがやっぱ貪欲になっていくべきだと思いますね。なのでそういう本当に期待ですね。我々のスタイルとしてテンポが速いバスケットで、まあ、スリーポイントが多いっていうような特徴がある中で、やっぱり競った試合の終盤っていうのはこう、まあ、またちょっと違ったゲームになるっていうところで、そこに対してアジャストできなかったっていうところは、あります。でその残りの終盤っていうところに関してはどのチームもこう
少し違った、スタイルになっていくので、それがまあバスケットっていうものなので、そこをまだチームとして確立できてないっていうところが、まあ接戦で負けてる原因かなというふうに思っているので、なのでそこの部分っていうのはこれからしっかり詰めていければなと思ってます。去年2勝2敗で、はい、ドローで、まあ、因縁の相手だと思うんですけど、はいはい、絶対負けたくないです。なんか特に千葉は負けたくない気持ちが強いんで、まあ多分これからも因縁のチームになると思うんですけど、絶対に負けたくないです。もういつも通りアグレッシブにプレーして、まあディフェンスから流れを持ってきて、去年もディフェンスが良かったから2試合を勝ったと思うので、まあ、そこをしっかり強調していきたいなと思います。